皆様こんにちは、グランピーペインターの竹下です。今日はですね、皆さんに謝らないといけないことがあるっす。ですね、皆さんにペイントのアイデアを聞いていながら全く違う色に塗ってしまいました。すいません。いや、まあ大事なことは忘れてまして、グランピーで粉体塗装が始まるということを忘れてまして、これはやっぱりインパクトのある超かっこいいものを粉体で塗りたいという気持ちを抑えきれず、ちょっとやばい粉に手を出してしまいました。本当に申し訳ありません。いや、僕のことを嫌いになってもグランピーのことは嫌いにならないでください。で、塗り上がったのがこちらのブラックのローカラーです。ぜひ近くで見てほしいですね。いや、我ながら超かっこいいのができました。ローカラーって何やっていう人もいると思うんで、ちょっと説明しますね。ローカラーっていうのは金属の下地が見える塗装のことです。まあ、金属を磨き上げて、その上にクリアとかクリアカラーとかを乗せてやることで、金属の輝きも生かしつつかっこいい塗装ができる、こういう焼き目が透けて見えるとか、そういう特別な塗装になってますね。これがめちゃくちゃ大変なんです。まあ、今までもやってこなかったんですけども、今回からやるようになりました。まあ、なんでやってこなかったかっていうと、今までウェットでペイントしてたんですよね。ウェットだとこう下地とかがないと通常の強度を得られないんですね。こういきなりこのようなローカラーで金属地の上にクリアとか吹くと、どうしても通常より少し弱くなってしまうんです。なんで今まで避けてたんですけども、今回粉体塗装もやるようになったんで、やるようにしました。超大変です。それで今回仕上がったのがこのミッドナイトですね。皆さんのコメント、意見を無視してしまい、出来上がったのはこのミッドナイトのローカラーです。すいませんでした。いや、こんな素晴らしい発表の時に謝罪も入るというのは、なんか本当に申し訳ないですけど、超かっこいいのができたんで、めっちゃ見てください。まあ超大変だったっすね。まず何が大変かって言いますと、まあ、ミッドナイト剥離から始めるんですね。剥離から始めていろいろシャカシャカやって、まあ、10時間ぐらい下地にかかってます。いや、まあ、剥離をした後機械である程度ざっくり磨くんですね。その後は全部手でやります。布やすりで永遠にシャカ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 やって10時間、で夜中の3時までかかりましたね。で翌日9時からこのペイントしに行きましたね。でできたのがこれです。超絶かっこいいっす。まあ何が大変、ペイントも実は大変なんですよね。塗ること自体はそんな時間かからないんですけど、塗ってすぐちゃんとできてるかっていうのを確認できないんですね。粉体塗装って焼き上げて初めて完成が分かるって感じで、もうシュレディンガーの猫みたいな感じなんですよね。もう箱に入れて20分焼き上げないとどうなってるか分からない、ダメになってるかもしれないみたいなのがあって、無事完成したのがこれで、いやもう食材はこれで果たしたんじゃないかなと思いますね。すいません。いや、まあでも罪は背負いましたが、かっこいいのができたので満足です。まあ、このようなローカラー、これから注文とかも取っていきたいと思うんですけど、すいません、まだちょっと詳しい値段とか決まってないです。4万円ぐらいになる予定です。持ち込みだったらもうちょい高くなると思います。まあ、これからもちょっと頑張ってローカラー進めていくんで、まあ、ちょっと一人じゃしんどいんで、西上さんとか村上さんを生贄にちょっと一緒に頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ注文お待ちしてます。よろしくお願いします。頑張ります。じゃあ